はい、おはようございます。竹下敦です。フェンダージャパンスタートキャスター師匠レポート、22日目になりますね。今日はね、ズーム社の G3N を使って、クリーンなトーンなんですが、ちょっと深みのあるプリセットを見つけたんでね、それを使って、RC ブーストというプリセットですね。ちょっとね、普通のクリアトーンよりは音に深みが出ますね。こんな感じの音です。センターのピックアップはあまりね使うことがないんで、ピッキングの邪魔になるんでね、かなり、センターのピックアップ下げてみました。ミックスにするとねこんな感じになりますね。ミックスねすごく好きなんですけど、どうしてもスタートキャスターの場合、ここら辺で聞くんでね、ピッキングした時にピックアップに当たっちゃうんですよね。なので思い切って下げてみました。ほとんど、センターはね使うことがないんで、フロントの音作り中心なんでね、思い切って下げてみました。これすごくいいですね、 RC ブースト。昨日ね、瞬間接着剤を使って、フレットのね浮きをサイドをね押さえまして、あと45センチぐらいのね、浮く材を使って、丁寧にフレットを打ち込んでいきました。そうしましたところね、フレットの浮きだいぶ治りましたね。とにかくここら辺のフレットが浮いていて、なんとも曇った音がしていたんですが、それがねかなり解消しました。とても、いい感じのね音になりました。でハイフレットの方なんですが、もうフレットがもうかなり低くなってしまっているんで、これはちょっとどうすることもできないかな。アンディ君ね、尻尾がフリフリフリと
愛いでしょ、これからもね大事に使っていきたいと思います。ペグはちょっと精度が悪いんで交換したいかなと思ってるんですが、予算の関係もあるんでね、もうちょっと、ペグは大事に引き込んでみて、それからゆっくりとね考えたいと思います。ナットはねかなりいいですね、これね、樹脂製のものなんですね。はい、エクサのね弦を張ってからやっぱり丸の弦の方がいいかな、ということで、フェンダージャパンストラトキャスターショーレポート、22日目ですね、おはようございます、今日は文化の日、休日ですね、皆さんにとって良い休日であることを、お祈りしております。それでは竹下敦でした。See you next time です。